こんにちは、アキです。今回は一番小さい数字を求める民間数という関数の使い方を紹介していきます。それでは実際にやっていきましょう。それでは実際に解いていきましょう。まずは田中さんの一番小さい最低点を求めていくので、ここの解きたいところの E の4を今回選択しておきます。選択してある状態で、右上にあるオートサムの右側にある下向き三角形、こちらをクリックしましょう。そうすると、合計平均というのが出てきている中に、一番下、最小値というのがあります。ここをクリックしましょう。そうすると、このように B4 から D4 という、ここの青いところが選択されているのがわかります。Excel が自動的に選択しているのですが、今解きたい場所がまさにここの部分なので、このままエンターキーを押しましょう。そうすると、このように20と出てきました。これは今選択してあった青いところの一番小さなこの20点が表示されているという状態です。では、工藤さんのも同じようにやってみましょう。そしたら、工藤さんの最低点を知りたい場所を必ずクリックしてある状態で、右上のオートサムの右側にある下向き三角形を押します。押しましたら、一番下の最小値、こちらをクリックしましょう。そうすると、今回も E4 という上のところが選択されているのがわかります。これも、国語、数学、英語のところに直してあげる必要があるので、国語のところをクリックしながら右に伸ばしてあげます。それでは、国語のところをクリックしながら右に反映させてあげると、このように青いところが動いたのがわかります。これで民間数の B5 から D5 という風にこの中も変わっているのがわかりますね。なので、この状態でエンターキーを押しましょう。エンターキーを押します。そうすると、同じように20点が最低点になりました。そうしたら、今回もオートフィルを使っていきます。オートフィルは、すでに解いた場所をどちらかクリックしていただいて、右下にある四角いマーク、これをマウスを上にかざすとプラスマークに変わります。そうしたら、クリックしながら下に動かします。クリックしながら下に動かします。で、下まで行ったら離すとこのようにそれぞれの最低点が出てきました。それでは国語、数学、英語、それぞれ出してみましょう。まずは国語から出してみます。国語の最低点を出したいところを選択してある状態で、右上のオートサムの右側にある下向き三角形、こちらをクリックします。そうしたら最小値、ここをクリックすると、このように民間数の B4 から B9 という風に選択され、青くなっているのがわかります。青くなっているところが選択されている場所ですので、もうすでに合ってますね。なので、このままエンターキーを押してあげましょう。これで20点が国語の最低点というのが分かりました。オートフィルは一つ解けば全てに反映することができますので、今解いた場所を選択していただいて、右下の緑色のマーク、こちらをマウスのカーソルを上に当ててあげると黒いプラスマークになるので、このままクリックしながら右に伸ばします。今回は英語のところまでちゃんと引っ張れてるのが分かったら、マウスを離しましょう。そうしましたら、このように20、40、10点という風に出てきたのがわかります。これが一番小さな数字を求める民間数の使い方です。この民間数を使えば、例えば100メートル走で一番タイムの速い人は何秒かというのは簡単に出せたりします。今回の民間数の使い方が少しでも参考になったなと思う方は、高評価とチャンネル登録、ぜひお願いいたします。
Excel に関してこの他にも動画を上げているので、ぜひ見てください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。